西村拓真は愛知県名古屋市出身のサッカー選手。J リーグベガルダ仙台所属。ポジションはフォワード。4歳の時にサッカーを始める。中学生の時には愛知県選抜に選出された。2012年、父方の祖母が住む富山県の富山第一高校が当時高窓の宮杯プレミアリーグに所属していたことから同校に進学。 同年の岐阜星流国体サッカー少年男子に、富山県代表として選出された。高校2年時には U-17、北信越選抜に名を連ね、第92回全国高校選手権では同行、及び、富山県勢の初優勝に貢献、優秀選手にも選ばれた。2014年12月に、ベガルタ仙台加入が内定。2015年、ベガルタ仙台に入団。 2016年9月18日、セカンドステージ第12節のバンフォーレ甲府戦で、初先発初得点を決めた。11月18日、ジュビロ岩田戦で、A 契約に達したことが発表された。11月から12月に、チームメイトのモテギ春ーと共に SC フォルトナケルニへ、海外研修に派遣される。2017年10月27日、 YBC ルヴァンカップでの活躍が認められ、ニューヒーロー賞を受賞した。12月、今年度はリーグ戦で17試合に出場して、J リーグの23歳以下に贈られるタグホイヤーヤングガンアワードを受賞した。2018年4月11日、第7節の名古屋グランパス8戦では2得点を決めて勝利に貢献した。8月15日、 第22節の湘南ベルマール戦で得点を決めて、シーズン2桁得点を挙げた。2018年8月31日、ロシアプレミアリーグ PFC チェスカモスクワへの移籍が発表された。契約期間は4年。9月23日に行われた第9節の FC スパルタクモスクワ戦で、途中出場から移籍後発出場し、10月23日に行われた。 欧州 CLGS 第3節の AS、ローマ戦では CL デビューを果たした。3月9日、第19節の FC ルビン火山戦で遺跡後初得点を決めた。2020年1月10日、プリメーラリーがポルティモネンセ SC への期限付き遺跡が発表された。しかし新型コロナウイルス感染拡大の影響もあって西村が J リーグ復帰を希望したため、 3月22日にポルティモネンセとの契約を解除した。2020年3月24日、期限付き遺跡で仙台に復帰することが発表された。2021年2月11日、完全遺跡することが内定したと発表された。その他の公式戦、ありがとうございます。